沖縄散策始まるよ。はい、さあ、ふっきーです。今日はこちら国際通りにありますお菓子御殿に来ました。エリーのタルトが有名なところなんですけども、でっかいベニーモカルトもあります。ではちょっと行ってみたいと思います。でそれをベニーのコリコリして入れてますね。はい、感じていきます。お菓子御殿国際通り店に来ました。ここでランチも楽しめるということなので、ランチを頼みたいと思います。ランチにはいろいろあってですね、このような感じです。ではちょっとドリンクバーだったりデザートも頼めるようなので、ちょっとこれから頼んでみたいと思います。このデザート&ドリンクセットもあります。店員さんを呼ぶか、このモバイルオーダーで頼めるそうです。で、今回はこのモバイルオーダーで試してみたいと思います。今回はですね、こちらのグルクン生姜焼きと沖縄彩りグリル焼きを注文してみました。ランチはドリンクバーもセットにしたので、このように選べます。今回注文したのはこちらですね。A セットの食事プラスドリンクバーと選べる本日のケーキで、グルクンの生姜焼きとベニーモショコラを頼みました。先ほど取ってきたドリンクバーの飲み物はシークワーサーのジュースです。このシークワーサーは甘みだけではなく、あのシークワーサー独特のちょっとしたなんか苦味と言えばいいんでしょうかね、もあって美味しいですね。料理が届きました。グルクンの生姜焼きとベニーモショコラのセットですね。でこちらもあの猫ロボットが運んでくれてました。ではいただきたいと思います。これがグルクンの生姜焼きですね。グルクンが見えないですが、裏にここにありますね。
噌汁に、今あの昆布入りチリだったり、人参チリチリ、マーミードサラダなどがあります。で、紅芋ショコラで焼きたいと思います。それぞれ少しずつ食べてみたのですが、味もしっかりして美味しいですね。お店で食べられるようなちょっと家庭の味とは違った味付けになっております。気になった方はぜひ来て食べてみてください。それではまたやさーい。この動画が気に入りましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。